JR 東海は、東海道新幹線で荷物を即日輸送するサービス、東海道マッハ便を4月以降に始めると発表しました。荷物は、こだまの業務用室に積み込み、1回あたり段ボール40箱分まで運びます。便数は1日最大48本で、新幹線の揺れが少ない特徴を生かし、医療関係品や精密機器部品、生鮮食品などの輸送を想定しています。